さん、はい、私たちの落語会がお客様方に不評を買ったことを心からお詫びを申し上げます。それだけじゃならないんだろう。話をやらずにラーメンばかり売り、こいつは円楽さんの悪口ばかり言う。はい、楽太郎さん。笑点メンバーでありながら司会の師匠円楽師匠の悪口を言っていたことをお詫び申し上げます。それだけじゃないだろう。言えつったのはこいつらです。おい、悪いやつだよ。3人の1枚って持ってきなさい。なんで